ピコチャンネル始まるよ。どうもピコン前田です。いつもご視聴ありがとうございます。今日は皆さんが大好きであろう卵焼きを作ってみたいと思います。僕がいつも作っているレシピで作ってみたいと思います。頑張ります。僕はいつもシンプルが好きで、卵とお水と塩だけで作ります。はい、完成です。僕はいつもフライパンでやっています。で、フライパンでやるときもそうなんですけれども、油は多めに引きたいと思ってます。あとキッチンペーパーに油を引いておくと便利です。それでは油を入れて作っていきたいと思います。頑張ります。卵焼きは手首の返しとかが結構大事なので、ちょっと、カメラの位置を変えさせていただきます。フライパンを上げて、冷ますのも結構いい感じになります。この返すときに手首の返しが結構大事になります。この手首の部分ですね、返しを結構しっかりと握力で握って返す感じです。手首の固定
こと作れてないかもしれないんですけど、僕がいつも作っている卵焼きレシピを紹介させていただきました。皆さんもぜひ作ってみてください。それじゃまたねー。イエイ。チャンネル登録、コメント、よろしくお願いします。